はい、瀬名社長です。はい、ちょっと、はい、はい、本日はちょっと邪魔。本日の企画は嫌われるおじさんと好かれるおじさんという企画です。たびたびね、 SNS だったりだとか、まあ、X とかでもね、おじさんの話題って出るかなと思うんですけど、いわゆるおじって言われるやつ、結構私店舗運営とかしてて、まあ、オーナーさんってすごく男性が多いですし、まあ、女性のマネジメントとかに結構苦戦されてる方ってすごく多い印象なんですね。じゃあ好かれるおじさんと好かれないおじさんの特徴っていうのを話したら結構需要あるんじゃないかなと思って考えついた企画です。邪魔くせえなお前。嫌われるおじさんの特徴から伝えたいなと思います。まあ、おじさんだけじゃなくておばさんもそうだと思うんですけど、年を取れば取るほど怒られることだとか指導されることってなくなってくるんで、ちょっともううざい。1、ちょっと撮影なんない。あー、すねた。嫌われるおじさんの特徴、なかなか周りの方言ってくれないと思うんで、まあちょっとここは私が嫌われ役をしようと思います。まずはですね、これやりがちなんですけど、従業員の方のことを〇〇ちゃんって呼ぶ方ですね。めちゃくちゃ気持ち悪いんでやめていただきたいなと思ってます。親しみを込めて悪気があって言ってるわけじゃないと思うんですけど、距離感がねバグってるなって感じがします。これ本当に悪気がなくても、例えば50代の方が20歳の子に対して〇〇ちゃんって呼んでたら、20歳の子セクハラだと思う可能性があるんですよね。なので自衛のためにも一線を引く。もういいよお前邪魔、あっち行って。なので名字でさん付けをするのが一番おすすめです。このちゃん付けっていうのは結構私いろんな動画でも啓蒙してるんですけど、仕事相手に対して敬意がないなって思うし、まずちゃんってなんか子供とかに言うセリフじゃないですか。親しみを込めてくれてるんだろうなとは思うんですけど、どっちかというとその距離感が間違ってるなっていう印象を感じるので、絶対ちゃん付けはしない方がいいです。距離がわからない人ほど絶対敬語の方がいいです。で、名字で呼んであげるっていう方が絶対にいいです。あと役職者だったら店長だとかマネージャーとか、その役職者名で呼ばないと絶対ダメって感じです。嫌われるおじさんで、まあ、よくやりがちなのが、よいしょしてほしいみたいなのが結構出てる人、超だるいです気を使ってほしいのかなみたいなのとかなんとなく察するんですけど、疲れるんですよね、そういう人と話してると。自分はすごいんだって言いたいのかもしれないんですけど、そういうのって在上司だなって思われがちなんで、あんまりやらない方がいいかなと思います。あとは私おじさん結構苦手ってよく言ってるんですけど、なんで嫌いなんだろうっていうのを考えた時に、自分の意見を押し付けてくるんですよね。もちろん長年やってきたことだったりとか哲学があるのはすごいいいことだと思うんですけど、その世代の方が知ってることとかあるじゃないですか。なんで私も自分の感覚だったりとか自分の経験則っていうのももちろん大事にしてるんですけど、一方でめっちゃ気をつけてるのが、自分がこう思うからそうだって思うようにしないようにしてるんですね。これってめっちゃ大事だと思ってて、岩井社長って何がすごかったかなって考えた時に、あの年齢で SNS とかわからないから教えてって言えることだと思うんですよね。疲れるおじさんの特徴を考えた時に、頑固さと素直さが共存してる人だと思うんですよね。だからめっちゃ可愛らしさって大事だなと思ってて、じゃあ可愛らしさってなんだろうって考えた時に素直さだと思うんですよね。そういう意見もあるんだっていう風に受け入れる素直さ、これめっちゃ大事だと思うんですよ。これおじさんに対して言ってるけど、仕事ができない人ってこういう人多いんですよね。 あとおじさんだけじゃないです、いわゆるおつぼねって言われる人もこういう状態だと思うんですよね、正直。なんで大学生の子とかが好きなものとか正直全然わかんないから普通に聞くんですよ。別に自分が興味なくても、なんか何が興味あるんだろうとか、何がこう時代をトレンドなんだろうとかっていうのって、やっぱり若い子たちから学ぶことって超いっぱいあるし、だけどおじさまから学ぶこともいっぱいあるんですね。なんか一番うざいのって自分の考えを押し付けられることなんですよね。俺の若い頃こうだったよっていうのね、なんか江戸時代とかからあったらしいよ。だから超昔の人たちから若いやつってこうやみたいなのを言うおっさんっていたわけですよ。我々なんかもそれと全く一緒で、自分の価値観を強要しがちなんですけど、これは絶対やめた方がいいです。一つの考え方に凝り固まったら、もうその瞬間から老けると思う。なのでこの気持ちがあると人に好かれると思いますし、若い女性や若い男性も憧れると思います。
なんか大事なのは痛いおっさんにならないことってめっちゃ大事だと思うんですよ。自分はまだイケてるって思う気持ちってめっちゃ大事だと思うんだけど、自分はおじさんだなとかおばさんだなっていうことがちゃんと自覚できてるってめっちゃ大事だと思うんですよね。え、逆に疲れるおじの特徴も教えてほしいですね。元も子もないこと言っていいですか？お金がある人です。これは絶対に好かれます。経済力があるとモテるよ、そりゃ当たり前だけど。綺麗事を言えなくてすいません。そうですね、ただ一応補足しておくと、お金があるおじさんでも嫌われてる人もいます。ただなぜお金があるおじさんが好かれがちかというと、面白い人が多いからですね。やっぱり社会で何かしら結果残してる人って何かしらの一芸があるんで、自分の経験則だとかが深いんですよね。なんで話せるし、あと能力があるじゃないですか。お金を稼げる能力が好きみたいな感じですかね、女性は大体。なんで人生今が一番若いし、お金を稼ぐのは諦めないで頑張りましょう。でお金がなくても好かれるっていうのは、さっき言ったように絶対可愛げです。絶対可愛げ。自分はこうだからっていうのが凝り固まりすぎちゃって頑固になりすぎると、やっぱ人の意見って聞けないし、人の話って聞けなくなると思うんで、いつかはみんな年を取るわけだし、若い人たちだったりの方がパワーあるし、ちょっと若い人たちにいろいろお願いしなきゃいけないこと出てくるよね。それが年金だよねみたいな、社会保険料ってそういうことだよねと思うんで、私は年を取ったら若い人たちに敬意を示したいです。もちろん先人たちにも敬意を示したいけど、初心を忘れないでいるっていうことだけでも、素直さとか可愛らしさってキープできるんじゃないかなと思うんで、可愛いおじになるといいんじゃないかなと思います。マジいいこと言ってるんだけど、あと言うこと忘れてました、大事なこと最後に。汚いおじさんはダメです。清潔感は絶対に大切です。これ絶対です。臭くない、太りすぎてない、歯が綺麗、まあこの辺ですね。おじさんも綺麗になってます、本当に。みんなめっちゃ見た目に気を使うようになった。だから60とかでも70とかでもかっこいいんですよね。清潔感が現れる部分にお金をかけてるとか気を使ってる方ってすごく多いんで、エクシアでもホワイトニングやってるおじさんもめっちゃ増えてます。超大切だと思います。まあ私はね、おじさんに対しての数当たりが厳しいなとも思いますよ。で、その中で、やっぱりなんかはわかんないですよ。確かに若い女性とかからは、うっすらおじさんって嫌われてます。はっきり言って。なんで嫌われてるんだろうって思うけど、まあ多分ほとんど清潔感だと思うんですよね。すごく大切だなと思うんで、私もめっちゃ気をつけてますし、普通に男性だから匂うわけじゃないんで、女性でも匂うんで、全然。そこを自覚して、清潔には見れるようにしときた方がいいかなって思ってるんで、絶対肌、歯、体型に関してはほどほどに磨いた方がいいと思います。なんか私結構その令和の虎に出てる関係もあって、おじさまの視聴者の方もいるんで、おじさんに厳しいからチャンネル登録解除しようとか言われないでねって感じです。おじさんたちが社会作ってきてくれましたからね、やっぱり大多数の経済支えてるんですよね。なんで先人がいてくれたおかげで今の日本社会があると思ってるんで、基本はリスペクトします。でもリスペクトしてるからこそ勘違いしてほしくないし、痛いおじになってほしくないんで、はい、私はおじの味方です。コメント欄がね、ちょっとおじおじしてたら面白いなと思うんですけど、ぜひコメント欄でもしおじ様だったらおじって書いておいてください。今日はほぼ女性のマネジメントとかにあまり役に立つ動画にならなかったですけど、距離感とかね、可愛らしさとか、これ別に男女関係ないかなと思いますんで、ぜひですね、こういう企画がしてほしいとか、こういうちょっとタブーに触れてほしいとかっていうのがもしあれば、ぜひコメント欄に書いてほしいなと思います。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録よろしくお願いします。では、瀬名社長でした。